ご卒業おめでとうございます。フールズ一同よりというね、まあ、2人だけだけど2人やね、うん、一同やね。じゃあ、あれあのお酒飲みながら練習しとった人たち。ああ、そうだね。バッチリバッチリ決めてくれそうですね。飲んでね、ゆうちゃん。はい、はい、疲れ取れてなかったんだ。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあフールズ拍手。やば、そこを見とって、これ持ってる。桜木の赤の基地を大敵に変えるサムライ。